はいどうも皆さんごきげんよう、セブンと申します。それではね、モンスターハンタースペシャルプログラム、2021年、38やって、見ていきましょう。さあ、モンハンライズのおそらく新しい PV とストーリーズ2の何かしらの新情報が来るということなので、まあストーリーズ主になるのかな、どうだろう。モンハンライズの方が発売日近いからどうなんだ、ライズの方かな。でもなんか新しく発表することなんてないんじゃない、ライズで。まだ隠し玉があるのかな。まあ体験版2とかが出るって噂もあるけど、どうだろうな。まあちょっと待ちましょうか。お、ちょっと待ってん？音めっちゃバグってる。なんかバグってんのかなと思ってパソコン再起動したんすよ。なんかめちゃめちゃノイズ走ってんな。何これ、何これ。大丈夫これ。大丈夫かこれ。でもクソ音割れしてんだけど、何これ。大丈夫、俺のパソコンがバグってるわけじゃないね。それどころじゃないのよ。大丈夫かこれ。ちょっとごめん、一回見んのやめよう、やめよっかな。これで情報見たくないから、ちょっと一回見るのやめて、多分アーカイブで出ると思うんで、ちょ それで見ますね。ちょっとごめんなさいね。なんだこれ、何これ。さあ、アーカイブが、出てるので、また最初から見ましょう。あのバグは何だったんでしょう。何だったんだろうね。それが気になってもう集中できてないけど、まあいっか。さあ、サモンハンストーリーズと、まあ、ライズの発表が待ち遠しいですが、皆さんこんにちは。こんにちは。モンスターハンターシリーズプロデューサーの辻元です。はい。本日はモンスターハンターライズ、はい、モンスターハンターストーリーズ2破滅の翼の新情報をお届けしたいと思っております。よろしくお願いします。最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。はい、今度こそ最後まで見ます。はい。で、ストーリーズ2のこの辺まで見たんだよね。ああ。まずはモンスターハンターストーリーズ2破滅の翼の新情報となります。こちらをご覧ください。はいはい、何ですか。お前の祖父レドは立派なライダーだった。ネルギガンテじゃん。ワールドのキャラも出せるよな、そりゃな。うわ、めっちゃ綺麗。いずれはライダーとして独り立ちする日が来る。ケイナを師と仰ぎ、ライダーとしての経験を積み、己に何ができるのか、何をすべきなのかを学ぶという。弓とか、玉三つね。私と一緒に来て、きっとレウスが私たちを導いてくれる。あら、そのなんだっけ、ナビルーだっけ。かつてこの地にあった村は破滅の翼を持つレウスによって滅ぼされたと言い伝えられているのだ。
まさかこの卵が。この世に生まれ出て破滅の力に目覚めることがあれば、責任を取らねばならぬのはライダーなのだ。お前にその覚悟があると言えるのか。レウスは崇めるものでも、絆を結ぶ相手でもない。人に危害をもたらすモンスターだ。大丈夫だ、ライダーさん。お願い、レウス。レウス。レウス。レウスが導いてくれる。ほう。わ、なんか超気になる。なるほど。主人公の相棒のレウスが破滅の翼ってことですね。共闘ダンジョン。あ、マルチプレイとかもあるんだ。あー、なるほど。わー、発売日初めて出たんじゃない？ 7 月9日。夏か。夏って今んところめぼしいタイトルないよね。じゃあめちゃめちゃいいじゃん。うわ、破滅レウスのアミーボ。あー、なるほど。衣装とかも連動でゲットできたりする。へえ、いいですね。今回のプロモーションビデオでは、はい、前作でもプレイヤーをサポートしてくれたナビルーの登場とストーリーを紹介させていただきました。ナビル出るんだっていうか、託された卵から孵化したリオレウスは伝説通り翼が黒く、姿は破滅レウスそのものです。主人公とエナ、ナビルーは伝説の真相を確かめるためさらに旅を続けることになるのです。本日公式サイトを更新し、はい、登場人物やモンスターなどさらに詳しい情報を公開させていただきますので、合わせてご覧ください。はい、見てみます。映像でもご覧いただいた通り、はい、モンスターハンターストーリーズ2破滅の翼は2021年7月の9日金曜日に全世界同日発売することが決定いたしました。製品情報。それではモンスターハンターストーリーズ2破滅の翼の製品概要をお伝えいたします。何、製品概要って。ゲーム本編と主人公のキスのエリア、エナの衣装などのダウンロードコンテンツがセットになったデラックスエディションも販売いたします。パーティーの概念があるの、エナの衣装ってことは。数に限りはありますが、すべての商品に限定特典としてエナの衣装、カムラの受付状コーデがついてきます。またこちらの3種類のアミーボもゲームと同日に発売予定です。主人公のお供となる破滅レウス、主人公の祖父レドを知る竜人の少女エナ、そしてハンターの青年のお供がいる月野。これらはモンスターハンターストーリーズ2のゲーム内で使用すると、それぞれのアミーボに応じた特別な重ね着装備を入手できます。おお、レウスかっこいいな、欲しいな。少しだけいいことがある特典も用意しておりますのでお楽しみください。アミーボいいよね。パッケージ版、ゲーム本編およびデラックスエディションを含むデジタル版は近日予約を開始する予定です。めっちゃカンペ読んでるやん。予約に関する詳しい情報は公式サイトをご覧ください。はい、最後にモンスターハンターライズとの連動要素をお伝えいたします。重ね着が手に入る。モンスターハンターライズのセーブデータがあると、モンスターハンターライズのハンターが装備している防具が主人公の重ね着、カムラの装いとして手に入ります。それで装いって読むんだ。こちらもぜひ入手してください。へえ。モンスターハンターストーリーズ2破滅の翼は2021年7月9日の発売に向けて鋭意制作中です。あとまあ半年ないぐらいか。今後の情報にご期待ください。もう3月かというか、もう3ヶ月終わったの今年。早っ。で、待ってた、ライズの新情報。3月26日発売予定のモンスターハンターライズの最新情報をお届けいたします。よろしくお願いします。本日は新しい PV をご用意しましたのでご覧ください。どうぞ。さあ、新 PV、 これが一番待ち遠しかった。おお、
君たちももちろん出ると。神王がとナルが来るが、なんかそんな技あったっけ。うわなんか技進化してる。めっちゃ喋るそっか喋るんだ今回。体験版やりましたね、そういえばね。面白かったです。あなたのモンスター、すなわち百竜、その大襲来、すなわち夜行、原因不明の災いに、カムラの里、存亡の危機。マガイマガドだっけ。あ、なんだその技ん、なんだこいつ、なんだこいつら、こんなやつらいた。あ、いたか。ん新モンスター何にも覚えてねえわ。あ、こんなのはいた気がする。こんなやついたっけ。ええー。おお。てめえは俺の獲物だ。次の進撃だぜ。あれ、なんだっけ今の。ワールドのやついたじゃん名前忘れちゃった。クルルヤックとかもいる。で主モンスターとか、あで縄張り争い、縄張り争い残ってるのいいな。あれ結構楽しかったし。ラスボスか。そのモンハンラスボスちょい出ししてくれんだよね。この世にないでしょラスボスちょい出ししてくれる PV。 26か、あとちょっとじゃん、あとちょっとじゃん。いよいよ3月26日に狩猟解禁を迎えるモンスターハンターライズですが、はい、本作の魅力を今ご覧いただいた PV とこれまでのおさらいも含めてお伝えいたします。お願いします。忘れてるところもあるんでね。かけり虫ね。まずはモンスターハンターライズで新たなアクションを実現する。そんなことできんの爆弾投げた。使って空中への移動も可能で、素早い移動ができる早掛けやスタミナが尽きるまで険しい崖も走って駆け上がれる壁走りなど、駆けり虫を活用してフィールドを思いのままに駆け回ることができます。そして全14武器種ごとに存在する駆けり虫を使った専用技の鉄柱試技や、あ、そんなのあったね。ダメージを受けた時に駆けり虫を使って回避する駆けり虫受け身など、駆けり虫を使うことで躍動感あふれる様々なアクションを行うことができます。ハンターのアクションに関する新情報として入れ替え技をご紹介いたします。何それ。ゲームを進行していくと通常攻撃や鉄柱試技の一部を別の技に入れ替えることが。ああ、なるほどね。なんか必殺技みたいなのが変えられると。自分流の立ち回りや狩猟方法をぜひ見つけ出してください。ブラストダッシュ。製品版では体験版に実装していなかった鉄柱試技もありますのであれか、なんかクロスに出てきた仮技みたいな感じで変えられるんだね。操ることができる新要素です。はい、総流。通常ならこれ楽しかったね。強力となるモンスターを利用した豪快なアクションを体験できます。ラージャン操作できるの楽しすぎない。お供、はいはい、お供2種類いてワンちゃんと猫ちゃんがいるんで、ハンターを支えてくれる心強いお供として新たにお供ガルクが登場します。背中にハンターを乗せて移動したり攻撃的なサポートもしてくれます。もちろん多種多様なサポートで狩猟を支えてくれるお供アイルも登場します。はい、お供ガルクとお供アイルはシングルプレイでは合わせて2匹を狩りに連れていくことができ、その組み合わせは自由です。なるほどね。
スプレイではハンター一人に対して一匹のお供を連れていくことができます。本作では特色豊かな5つのフィールドが登場します。代謝跡、はい、綺麗だな。水没林出るんだ。寒冷群島、水没林出んのっていうか意外に新情報じゃない。知ってたみんな。砂原って前出てたステージ。溶岩洞、ほう、特徴のあるフィールドとなっております。また本作ではハンターのステータスアップや狩猟の役に立つ能力を持った環境生物があらゆる場所に生息しておりますので、隅々まで探索し新たな発見をしていただければと思っております。なんか面白いなそれ。でモンスター紹介お願いします。フィールドでは独自の生態を持つ未知のモンスターたちがハンターを待ち受けます。なんだブルファンゴはめっちゃビジってる。ホロミドロ、ホロミドロ、ホロミドロは。あ、でも泥、こんな泥使う。ヤツカダキ、おお、ヤツカダキ、ゴシャハギ、ゴシャハギ、はいはい、ビシテン、こない。柿、柿投げてくる人じゃん。面白、昔話だね。サルカニ合戦、イソネミクニ、人魚竜、あ、眠らせてくるんだ、なるほどね。四つ見はどう、はい、はい、おさい、おさいずち、こいつ強くなかったな、体験版で戦ったけど、やっぱドスランポスみたいなそういうあれだったんだな多分。こいつ強そうだな。なんか顔がなんか人間臭いんだよな、おじさんみたいな顔してる。オンコ流の流し目ストーリー、執念深く獲物を追い回し獰猛に襲いかかる我流種です。さらにシリーズで人気のモンスターも多数登場します。めっちゃ出てくるよね、すごい、フルフルだ。それでも前から言ってたね。すでに公開させて、うん、そうそう前から言ってた、それは覚えてるよ。の中であ、ジンオーガとナルガクルガ、ジンオーガを公開させていただきました。素晴らしい。ナルガ、ティガー、レウス、ジンオーガとか出て、ディレクターの素晴らしいね。ご紹介いたします。はい、百竜夜行について説明がある。皆さんこんにちは、モンスターハンターライズディレクターの石野瀬です。よろしくお願いします。はい、お願いします。百竜夜行とはモンスターの群れからカムラの里を防衛するクエストです。狩猟設備を使ってモンスターを撃退し砦を防衛することが目的となります。すべての群れが終了するまで砦を防衛するか、最後の大物を討伐するとクエストクリアです。まずはモンスターの群れが進行してくるまでの準備時間を使って狩猟設備を設置していきます。なんか面白、なんかレイドバトルみたいな感じか。撃退しやすいよう工夫して設定しましょう。あ、なるほど、ここに何をやってどうだみたいな。反撃ののろしが上がるとハンターの攻撃力が大きくアップします。あ、そこでこの時は攻撃すると、ハンター自ら武器を振るい直接攻撃を与えるチャンスになります。我ら姉妹加勢いたします。え、彼らの里の仲間たちも防衛に参加し
強力な助っ人となってくれます。へえ、いいの4人以上でパーティー組んじゃって。じゃあ8人とかでやりたいんだけど俺。でかっ、え、そんなでかい。と呼ばれるより強力な個体も存在します。なるほど。砦を防衛し、それらのモンスターを撃退することがハンターの役目です。いや、これ楽しそうだな。カムラの里を百竜夜行から守り抜きましょう。ソロプレイじゃ厳しそうじゃない？そんなことないのかな。どうなんだろう。機能紹介、なんだ機能紹介って。モンスターハンターライフ。ああ、はいはい。シングルプレイ専用の里クエストと、いわゆる、ま、村クエね。シングルでもマルチでも遊べる周回所クエストがあります。はい、はい、それぞれの受付場から受注して出発してください。なるほど。マルチプレイの場合、インターネット通信やローカル通信で最大4人まで同じロビーに集まることができます。4人ね。同じロビーのメンバーは集会所の中にあるクエストボードからクエストに参加することができます。嵐とかが来そうだな。大丈夫かな。ショートカットからロビー内のクエストに参加する便利な機能やクエストへの途中参加も可能になっています。あ、途中参加できるのいいね。クエストの難易度は1人用から4人用まで、参加人数に応じて4段階あり。4段階あるんだ、ちゃんと。クエスト中に参加、離脱があった場合にも変動します。素晴らしい。主に体力とかが変わるんだよね、これ。うん。1人で集会所クエストをプレイしている時も、参加要請を使えばインターネット通信を通じて他のプレイヤーとマッチングして一緒に遊ぶことができます。あー、なるほど。クエストを進めるときにぜひ役立ってください。またプレイヤーはハンターコネクトという任意のタグを設定することで、同じ目的や趣向を持つ他のプレイヤーとよりマッチングしやすくなります。はい、いいね。マッチングにもちゃんと力を入れてると。自身で作成したり他のプレイヤーから招待されたりすることで参加できます。参加しているハンターコネクトに他のプレイヤーを招待することもできます。さらに一緒に遊んだ相手とつながる仕組みとしてグッド機能があります。いいねみたいな。いいね。マルチプレイでクエストクリア時に帰還するまでの間に十字キーで他のプレイヤーへグッドを送ることができます。はい、はい、互いにグッドし合うと相互グッドという関係になり、お互いのロビーを直接見つけることができます。あ、仮フレンド状態みたいなになるのね。なるほど。これあれ、相互グッドになってないってやったらショックじゃない。カメラの機能を紹介します。なんかダメだったんだみたいな。ズームや、あ、めっちゃいいじゃんこれ。調整ができ、写真には被写体の名前が表記されます。へえ。名前も出るんだ。あ、いいね。任天堂スイッチ本体でもゲーム内のアルバムでも閲覧することができます。はいはいはい。自撮りがしたい時にはこのように素敵なカメラマンが手助けしてくれます。なんだあのなんだあいつ。コンテンツ情報。コンテンツ情報とは、本日発売日を発表しましたモンスターハンターストーリーズ2破滅の翼をプレイしていただいた方には、また連動モンスターハンターストーリーズ2破滅の翼の初期装備であるライダー装備をモンスターハンターライズ内で重ね着装備として使用できるようになる。めっちゃ読むやんこの人。ご用意しております。カムラの里に伝わるもう一つの装備を含むデラックスキットに加え、ハンターの髪型やフェイスペイント、おい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 、キャラクターボイスやお供の重ね着装備などの有料のダウンロードコンテンツもソフトと同日に販売いたします。お金かかるけどボイスとかが増えたりとかする、より個性をつけられるのがお金かけて手に入るようになると。なるほど。新情報、さらなる新情報をお伝えいたします。何急に。1月に期間限定でお送りしました体験版をご覧の日程で再配信することを決定。バージョン2。今回はメインモンスターのマガイバガドの討伐を高難度の熟練者向けクエストとして追加いたしました。マガイ、マガイバガドがどんなモンスターなのかを少しだけ体験いただけるよう、今回の体験版用に調整した高難度のクエストとなっております。クリアするのはかなり難しいかもしれませんが、ぜひチャレンジしてみてください。え、これやるでしょ絶対。体験版では固定の装備ですが、製品版ではもちろん自分の好みの装備でチャレンジできます。へえ。1月の体験版を遊んでいただいた方は
今回の体験版にアップデートしていただくことで、マガイマガドの討伐クエストが追加され、クエストの出発回数もリセットされますので、楽しんでいただければと思います。あ、リセットされるのいいね。これちょっとやろう。なお、1月に配信しました4つのクエストも遊べますので、初めてプレイする方はそちらのクエストも楽しんでみてください。うんね、これ楽しかった。やったのよ、ちゃんと。マガイマガドって倒しちゃおう。もう一つ新情報をお送りいたします。お願いします。こちらの映像をご覧ください。はい、何でしょう。いいね、新情報。こんなにぎっちり新情報来ると思わなかったね。メラル、メラル出るんだ今作。ほー、何このメラルは。何だろう。おっと、なんだっけ、あれだ、大名槌だ。来た、交流霞流大名槌。完全に透明になってしまう。なるほど、アップデでモンスターが増えると。大名槌って確かワールドでは出てないよね。じゃあ結構久々の戦いになる。タイトルアップデートを実施することが決定いたしました。ありがとうございます。1回目のアップデートでは、本日発表した大名槌をはじめ、複数のモンスターを追加する予定。複数ってことは2匹以上、ま、3匹とか4匹とか。それに伴う機能の追加も予定しています。ありがとうございます。それ以降のアップデートの詳細については今後の続報をお待ちください。それとまだあるかもしれない、あるかもしれないってか、あることは確定してるんだ。まあ、どんぐらい続くかなって感じだとは思うけど、素晴らしい。ではモンスターハンターライズの発売日と商品概要を改めてお伝えいたします。お願いします。発売日は2021年3月26日結構高いな金曜日となります。あ、通常版とおすすめのダウンロードコンテンツのセットを合わせたデラックスエディションも発売いたします。さらに3種類のアミーボが出るんだ。オトモアイル欲しい。また数に限りがありますが、すべての商品にオトモガルクとオトモアイルのこれ可愛いって言ったんだ。序盤に役に立つ初心の御石などがついてくる限定特典なども外国人がソーイズキュートみたいなこと言ってた。めちゃめちゃ可愛いねみたいな。モンスターハンターライズの情報をお届けするライブ配信イベントを、はい、明日3月の9日火曜日に実施いたします。明日か。最新の実機プレイの公開も予定しておりますので、ぜひご覧ください。これも見るしかないね。最後になりますが、改めましてモンスターハンターストーリーズ2破滅の翼の発売日は2021年7月の9日金曜日、モンスターハンターライズは3月の26日金曜日の発売を予定しております。ライズ楽しみだな。なんか本日はご視聴いただきありがとうございました。はい、ありがとうございます。いや、よかったよかった、すごいいいね。大名槌とかも結構サプライズだったし、うん、いやいいね。よし、じゃあちょっと振り返ろう、ちょっとだけ振り返ろう。よし、じゃあまあまずナビルとかも出るよーっていうのと、まずちょっともうちょっと戻るか。でもこの辺なんかもうバグり放題で、あれなんだったん。教えて。よく分かんなかったけど、なんか音声がバグってたんだけど、まあアーカイブでは直ってたんでよかったです。でストーリーズ2のあらすじの発表と発売日の発表、7月9日。あらすじは、レウス、破滅の翼って呼ばれるレウスをなんかどうこうを巡る戦いなんだろうな、きっと。なんか殺すべきだとか言って、いやいやいやつって、友達だからつって、んでなんか裏スボス出てきてどうのこうのだろうな。でも楽しみだな。ストーリーズやったことないんだけど、今1やるっつったら 3DS しかないのかな、スマホで出てたっけ。遊んでみようかな。で、まあ、ストーリーズ2は、まあ、ざっくりこんな感じ。まあ、多分発売日が先なんで、まだまだ全然発表されてない情報とかもあると思います。で、アミーボとかも出るよっていう話をし、で、モンハン、
ナルガクルガとジンオウガが、出ることが決まったよーっつって、で、まあこんな感じ、いろんなモンスター出るよっていう発表ストーリーで、百鬼夜行の、じゃあ百竜夜行かの説明が、 あとその何仮技みたいなのが体験版でもあった仮技みたいなやつが、まあ一人一個ずつ持ってるのかな、がちょっと変更可能ですよ。だいろんな専用技があるから、おのおの好きなように使ってねっていう。で面白いね。でこれため砲撃からブラストダッシュにできたりするよっつって、ブラストダッシュってまんま仮技だから、だから本当にあの仮技がまた使えるかもしれないってことだよね。うん。でお供もいるよ。だからこの辺は振り返りか。でまあいろんな新モンスター出るし、うん、そうこれが百竜夜行、ここここ俺一番興奮したのはここかな。あ、なんかこういう準備とかもあったりして、みんなで頑張って倒すで、なんかね、あのなんか姉妹、受付嬢の姉妹、受付嬢って強いん、うん、みたいな、そういうのもあったりして、で反撃ののろしとかがあったりして、だいろんなだモンスターがもう3匹とか4匹とかじゃなくて、もういっぱい出てくるんだろうな、5匹6匹7匹たくさん出てきて、それを撃退していくっていう。あ、楽しそう。うわ、これ超やりてえ。なんだろう、いい素材とかが手に入るのかな、楽しそうだな。ちょっとまあゲーム性違うけどね。で、まあ、クエスト難度が4段階。で、モンハンワールドが2段階で、アイスボーンが3段階になったのよ、確か。で、4段階になったってことは、さらに細かく細かくなりました。3人、確か、アイスボーンでは3人用がなかった。4人、2人、1人の難易度だったけど、3人用もできた。いいね。じゃあ、どの人数で遊んでも、いい。まあもちろん4人で遊んだ方が、まあ、体力が仮に相手の体力が4倍になるんだとしてもさ、ねえ、自分に攻撃が向かなかったりするから、絶対4人でやった方が楽なんだけど、まあ2人でやってもそんなにデメリットがないよってことで、うん、3人でやってもいいし、みたいな。で結構、おのおのの集めやすい人数で遊びやすくなったんじゃないかなって、1人でしかね、遊べない人も別に不利になることもないし、すごい不利になることはないけど、みたいな。なんか楽しそうだね。で、なんか、マッチングの、あれもいろいろ工夫してますよって。ロビーに4人しか入れないのがちょっと残念だけど、アイスボーンとかは、何人入れた ?12 人ぐらい入れたけど、あれでワイワイするのも結構楽しかったんだけどね。まあ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 、全然、でもまあ4人、モンハン、まあ、最初のはみんな4人だったからね。全然いいんじゃないでしょうか。で、まあ、ダウンロードコンテンツとかも発売されるよっていう。で、これこれこれ。ああ、体験版でなんとマガイマガド。正直、製品版買う、なんだモチベーションの7割ぐらいこれだったけど。まあここで倒せるんだったらもう倒しちゃうよ、俺。本当に一人で倒しちゃうから。うん。ドンマイドンマイとか。簡単な会話もできるのかな?ちょっとわかんないけど。で、メラルとか。てか、メラル出るんだね。おで、大名づちも追加されるし、大型アップデートで、ハンタラクの解放とか、多分なんか、100までしか上げられないとかの制限があったりするのを、999まで上げられるようになるよ、みたいな、そういう感じ。で、大名づち以外にも、追加のモンスター。で、大名づちを出して、他の追加モンスター隠してるってことは、それクラス、同じくらいの、なんか、でかいモンスターが出るんだと思います。なんだろうな、メインモンスターとかじゃない?だから、なんだろう、ちょっとパッて出てこない。クシャルダオラとか?交流。まあ、大名槌、クシャルダオラとかはね、セットみたいな感じだから、出てほしいな。で、さらに、時期は未定だけど、まだまだ追加のモンスターはいますよ。しかも、複数って書いてあるのがいいね。めちゃめちゃいいじゃないですか。で、まあ、そんな感じですよ。まあ、この辺は、まあ、で、明日20時から、ライブイベントがあるから、それも見てね。実機プレイとか、まあ、新情報とかもあるかもよ、みたいな。多分実機プレイが主なんで、新情報は多分ないかな。まあ、細かい、百竜夜行の細かい説明とかがもうちょっと入るのかもしれませんね。よし、じゃあね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。よければね、チャンネル登録と高評価、コメントの方、よろしくお願いいたします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた、ごきげんよう。